信頼があればなんとかなるっていうことで、ビジネスにおいて大事なのはね、この信頼関係っていうのと信頼性なんですね。で、今日はちょっとこういうね、ちょっと自分のまだ仕事部屋からお送りしてるので、ちょっといつもと雰囲気が違うと思うんですけども、でちょっと今日は仕事があってですね、収録が夜になってしまってるので、ちょっと普段と違う感じになってます。で、この信頼さえあればなんとかなるっていう話で、実は現金とか不動産とか有価証券とか、あとは、そういったものっていうのはそんなにすごく強固な固い確実な資産じゃないんですね。実は自分の内側にあるスキルとか、他人から得ている信頼、あなたが今までしてきた信頼貯金とかビジネスでの評判とかの方が実は強い資産であるってことに気づいてる人が結構少ないのが現状なんですね。つまり今日の話を聞けば、あなたがお金で困ることが激減するっていうことなんですよ。え？飛躍しすぎですか？そう。じゃあなんで、そのね、信頼さえあればお金に困ることが激減するのかっていうことについて説明するんですけども、なぜならビジネスとかお金っていうのは人間関係だからなんですね。そして全ての資産、例えばお金だとか不動産だとか有価証券だとか情報だとか預かり金だとかアイデアだとか資本もそうだし、売上もそうだし、サービスとか各種取引とか資材とか材料とか仕入れとか働いてくれるチームメンバーとか、これ全部持ってきてくれるのは人間なんですよね。そう、今まで一度もね、こうワンちゃんがですね、店に物を買いに来たこともなければですね、今まで一度もですね、僕はワンちゃんと取引をしてお金を稼いだことはないわけなんですけど、なんでこの人に信頼されること、っていうのが本当に強い資産になるんですね。つまりこの人に信頼されないといけない、じゃあ信頼されるためには何が必要なんですかっていうと、これが信頼性なんですよ。そう、この信頼性を持つっていうことと、あとはその力がある人との信頼関係を作る、この2つさえできればもうマジでお金に困ることはなくなります。もう激減します。で、じゃあどうやってこのね、信頼性を手に入れて信頼関係を作っていくんですかっていう話を今日していくんですけども、逆に言えばあなたが何か困ってるっていうのは今日の話を知らないからなんですね。 80% 以上ですね、この人間関係の問題っていうのはもうこの信頼性と信頼関係の欠如から発生していると僕自身は思っています。だから家族とうまくいかないのも、お金に困るのも、浮気して怒られるのも、子供が言うこと聞かないのも、全部この信頼性と信頼関係ができてないからって言ってもね、もう本当過言じゃないと僕は思うんですよね。例えばお金がないっていうのは、要するにお客様にあなたが信頼されてないからお金が手に入らないですね。信頼さえされてたら、そして信頼してくれる人の量が多ければですね、みんな1万円2万円ぐらいを払ってくれるわけですよ。じゃあそういう人が1000人いたら1000万円っていうのを稼げるわけですね。実際に億単位とかのビジネスであれば、1000人のファンがいれば十分に成り立たせることができるんですよ。で、何が言いたいかっていうと、あなたがお金に困ってるのはあなたが信頼されてないからなんですね。信頼されてる人の数が少ないか、信頼の質が低いか、どちらかなんですけど、でその根本的な原因っていうのが、この信頼性がないからっていうところになるわけなんですよ。で、だからこそこのね、今さっき言ったように、信頼さえあればですね、お金に困ることはなくなってくるっていう話なんですけど、この信頼性を築くことと信頼関係を組むっていうのが、いや本当にこの工夫がいるというか、難しいというか、工夫がいるので、だから多くの人はついついこの信頼性と信頼関係について深く考えないし、この2つが存在するっていうこともあんまり認識してない人がほとんどなんですね。だからうまくいかないですよ。逆にあなたは今日の話を聞いて、この信頼性と信頼関係って何なのか、そしてそれをどうやって作るのかっていうのが分かれば、自由なライフスタイルも手に入れることができるし、本当にね、人を動かすことができるんです。だからチームをね、まとめて導いて大きなことをしていくこともできるし、短期間で自分のね、欲しいゴールとかを手に入れることもできるわけですよ。もしあなたがそういうふうにね、自分の好きなゴールを短時間で手に入れることができたら、もしくは自分が好きな時に好きな時間に好きなことをするだけでお金が稼げるっていう、そういう環境を手に入れられるとしたら、
もしくはあなたがいろんな人に信頼されて魅力的に感じてもらっていろんな人から助けられる、そういうふうな人気者になることができるとしたら、いろんな人に重要人物だと思われて、うん、あなたをね尊敬する人がどんどん増えていく、うん、あなたの弟子が年に2人ずつ増えていく、そういうふうな生活を手に入れることができたらあなたはどう感じるでしょうか。でそれを可能にするのが今日の話なんです。だから今日の話はね、あなたがもし本当に人生良くしたいって思うんだったら、ぜひねちゃんと聞いてほしいなって、最後までしっかり聞いてほしいなって、そんな風に思います。でまず大前提としてですね、この言葉の定義から話をしていきたいと思うんですね。で信頼性って何ですかっていうと、自分の人格と能力への信頼なんですね。自分の人格へと能力への信頼、そう、まあ、人格と能力があるっていうことですね。そう、例えばあなたがですね、人格がない人、例えばすごい嘘つきな人を信頼しますか？多分信頼しないと思うんですよね。じゃあすごい自信がない人を信頼しますか？多分信頼しないと思うんですよね。まあ、そんな風にこの自分の人格と能力への信頼がなければ人に信頼してもらえないっていうことなんですね。で次が信頼関係ですよね。信頼関係っていうのは他人との信頼関係なんです。で本当にこれ大前提なんですけども、さっきも言ったんですけど、この信頼性がない人っていうのは他人に信頼してもらえません。だからまず人を信じる前に、人に信頼してもらう前に、自分が自分を信頼しないといけないということなんですよね。そう、面白いですよね。こう自分自身と関係を持つってことだから、なんかまるで自分っていうのが2人いるみたいなんですけども、まあ、実際はねもっと本当にたくさんの自分っていうのが存在します。でそのたくさんの自分をうまくまとめて統合して、リードしていく、いい方向に導いていくっていうことができる人が実は信頼性がある人なんですね。この自分自身の内側をまとめて一つの方向に整えることができたら、すごく一貫性と一致性と誠実性っていうものを発生させることができるんですね。でこの一致性とか一貫性とか、そういう誠実性っていうものが内側にある人っていうのはすごく魅力的に見えるし、ものすごく信頼できるんですよ。逆に言えばこの内側の一致性がない人、すごく内側がちぐはぐでバラバラで摩擦が多い人っていうのはなんか信頼できないですね。そう、なんか見たことないですかね。例えばすごい営業マンとかですごく話が上手で笑顔も素敵で話うまいんだけど、なんとなくこう信頼できないというか嘘っぽいというか、いると思うんですよね。で人間っていうのはこの一致性とか一貫性とか、そういうふうなものにすごく敏感に反応するんですね。これ前回の動物コミュニケーションっていうところでも話したと思うんですけど、人間っていうのはもともとこの原始時代はサバイバルの世界でですね、こうお互い騙し合って殺し合うっていうね、動物同士でね、そういうふうな時代を生きてきたので、この嘘発見器っていうのが心の中にあるからこそ、この不一致とか摩擦を起こしてる人の話っていうのはこうなんとなく信頼できないって、本音じゃないっていう感じがわかるんですよね。そう、逆に言うと本音って何ですかっていうと、実は自分の内側に複数あって、その本音をうまくまとめることが本音だったりするんですよね。そうで、あなたは自分自身のこのちぐはぐっていうのを発見することができるでしょうか。で僕は結構この自分自身のちぐはぐを発見することができるんですよね。自分自身に嘘をついてる時とか、自分の中で葛藤がある時とか、自分の中で一部を無視してたり否定してたりしてる時、そういう時はやっぱり自分自身がちぐはぐな感じがします。でその場でこうやってね意識的に気づくことができたら、すぐにこう、いやこれちょっとこういう気持ちもありますってね、すぐに修正することができるんですけども、人から指摘してもらわないと気づかないっていう時もいっぱいあると思うんですね。まあこのあたりはまだまだ僕もこの認識力の修行って感じなんですけども、まあ、とにかくこの内側の自分の感情とか言ってることとかやってることとか、そういうようなものを認識して統合していかないといけない、一つの方向に合わせていかないといけないっていうことなんですよ。じゃあ具体的にどうやってそれを認識していくんですかっていう話になると思うんですけど、これを説明していきますね。でどうやってやるかっていうと、まあ、ステップ1は3人の自分を認識するっていうことで、この自分の中には大まかに見て3人の自分がいるんですね。そうで、これねよく仙人さんが言う話なんですけど、3人の自分っていうのは爬虫類な自分で、哺乳類な自分、人間な自分っていう、この3パターンの自分がいるんですね。
で、この爬虫類な自分っていうのはすごく自己中心、利己的で、自分の本能って感じで短期的で、アホで、子供で、すごい利己主義な自分なんですね。で、もう一つこの哺乳類な自分っていうのがすごく社会主義で、自己犠牲的で、あったかくて、優しくて、愛に満ち溢れて、ルールを守りたくて、人に気を使いたいっていうね、そういう風な人なんですよ。で、この自己中心的な自分と自己犠牲的な自分っていうのが大体喧嘩をするわけなんですね。この二人が喧嘩することで摩擦を起こしてしまう。だからこそこの三人目の自分、人間の、自分、人間的な自分っていうので、こうお互いの意見を両方とも統合して調整してまとめていくってことがすごく大切になるんです。そう、だから偽善者ぶってもう 100% 自己犠牲とかマザーテレサとか、そういうふうなこと言ってる人っていうのはもうちぐはぐを起こしているんですね。逆に悪ぶって、いや俺はもうなんかもう悪いからなみたいな、不良みたいなことを言ってる人っていうのも実は偏ってるんですね。僕たちってこの両方の要素を持っている。だから両方の要素をバランスよく表現していかないといけないってことがある。まずそれを覚えておいてください。で、じゃあどうやってこのね2人の喧嘩をなだめて3人の自分っていうのを統合していかないといけいくのかっていうと、これ統合していくためにはある基準が必要なんですよね。このある基準っていうものが多くの人が分かってないから、うまく自分自身の3人の自分っていうのをまとめられないし、自分の本音っていうのが分からないし、自分が本当は何したいのかっていうことが分からない。もちろん自己観察力の欠如っていうのもあるわけなんですけど、この自己観察力をどうやって高めるのか、自分の何を観察していけばいいのか、そしてこの自分の内側にどんな基準を作ればいいのか、この2つについて下のブログでね公開してるので、このブログの方に飛んでそれをチェックしてみてください。で、ここまでの話面白いなとか役に立ったなとか、あ、なるほど3人の自分がいるのかとか思ったら、ぜひねチャンネル登録をしてください。チャンネル登録をしてくれたらですね、僕がこうやって動画を撮ったらですね、あなたのところにこういう動画作りましたよっていうお知らせが行くようになるので、僕の動画を見逃さなくなってくるんですね。そうなんで、チャンネル登録をしておいてください。で、 Facebook とか LINE アットもやってるので、この下にね、書いてあるので、そちらの方で登録してくれたら、またね、ここではしてる話と違う話をしています。例えばコピーライティングについての話だったり、あとは人間の深層心理についての話だったり、あとはスピリチュアルな哲学についての話だったり、そういったものをしているので、ぜひね、面白いなとか役に立ったなとか、思ったらその LINE アットとかにも登録してほしいんですね。で、僕自身はこの動画を見て、あなたの心がね少しでも軽くなったり、あ、なんかいいなってね、明日頑張れそうだなって思ってもらえたらすごく嬉しいなって、そんな風に思ってます。またね、次回もあなたの心が軽くなるようなね、何かそういった話ができたらなって、そんな風に思ってるので、ぜひ次回も楽しみに待っておいてください。また会いましょう。バイチャー。